クレイジーキルト先生は？さあ、知らない。あと5分で来なかったら今日の授業はなしだな。ここだよ。気づかれないのは戦いにおいて有効だ。今回はステルススーツを作ってもらう。2人組でね。では最初のペアはバットガールと、ねえねえ、僕は気づかれないの得意だよ。私も。どうぞ。あー！さて、バッドガールと組むのはアイビー。バッドガールって地味で退屈なのよね。アイビーってぼやっとしてるし、緑すぎるのよ。私たちの評価はデザイン次第よ。前もっていくつか考えておいたの。先生は二人でやりなさいって言ってたわ。このデザインなら緑を使えそう。そこは押しちゃダメだ。ステルススーツは敵に気づかれないように地味で目立たないことがポイントなの。普段だったらお花をあしらったアイビーの服は素敵だと思うけど、今回の課題にはちょっと。やだ。あ、ごめん、お説教するつもりじゃ。グラディオ。ソロモン・グランディを起こしたのは誰だ。やっぱり気づかれちゃった。こういう暗い色なら気づかれないわ。クロックにも見つからないはずよ。だけどクロックはすごく鼻が利くでしょ。ユリで私の匂いを隠したの。気づかれちゃうよね。私が落第？そんなのありえない。もし退学になったら私ホットドッグの売り子にでもなる？セクシーなコスチューム着てスーパーホットドッグいかがって。そんなの冗談じゃない。できたわよ。今度は気に入るんじゃない。飼育閣で不審な動きを感知しました。あ、大変。先生がキラーモスに連れ去られた。でも明日先生がいなきゃ落第にならないかなんて。アイビー行こう。どうかしら。はっ、いいね、ステルススーツっぽいでしょ。こんなことしていいと思ってるのか。私は教員でも偉い方なんだぞ。スーパースーツコンテストでもベスト4だ。ベスト 4？ 履歴書には優勝って書いてあった。タイプミスだな。まあいい。お前には最高のスーパースーツを作ってもらう。超かっこよくて、超おしゃれで、超できる男に見えるやつな。ああ、いいだろう。お前のそのダサいスーツを見なくて済むようにな。クレイジーキルト先生が人質になってる。助け出すまで気づかれないようにレーダーの下を通っていこう。わかったわ、バッドガール。アイビー、下を通れって言ったじゃない。でも赤外線のレーザーは下に出てるわ。上を通る人は誰もいないと思ったのよ。おう、なるほどね。早く飲んだ。やっ、でもタコができそうで。触らないで。ビビってする。もっと近づかなきゃ。ほらこっちよ。なんだ、
が聞こえなかった？気のせいか、スーツのことでそわそわしてたからな。パートナーが欲しいと思ってたけど、本当に必要なのは俺様にふさわしいスーツだったんだ。それを着てみんなにアピールするのが楽しみだぜ。キラーモス、スーパーヴィラン。それよりそのスーツでこうアピールすれば、俺様はダサいって。また来たな。ええ、私よ。アイビーもいるわ。そろそろ虫かごに帰った方がいいんじゃない？やだ、あそこには帰らない。逃がさない。いいか、こいつの罪状は誘拐と強制労働、ファッションへの大いなる侮辱だ。うん、君たちのステルススーツは素晴らしいよ。バッドガールIBチームの成績は A プラスだ。